みんな来てくれるけど。どうも、アリサの花です。ピンチの角度は30度。どうも、キリンです。我々ついてるよ我々ですね、今からキャンプに行くんですけれども、と言っても今ちょっとね、キャンプ後にオープニング撮ってるんですけれども、めちゃめちゃやりたいドッキリがございまして、はい、ドルガバの香水を二人で匂わせてたら、いつ匂わせと気づくのか。君のドルチェガッバーナーのその香水のせいだよーっていうのが流行ってると思うんですけども、逆にありそうでなかった画期的ドッキリなんですけども、いつ気づくのかというのを今回やっていきたいと思います。というわけで、 Make it possible with P&G。 それは寝るだよ。遠足が楽しみすぎて寝れなかった。昨日ほとんどお菓子300円何にするか迷ってて、バナナって入るかなって思ってたんですか。あの、ね、結局ジューシー6本ジューシー6本ジューシー500円な。最近なんかさ、最近太ってもってさ、あー同じ、イエーイ、うちで言うてるうちは太ってないね。ほんまに10分ぐらい太った人ってそう話してるやるすぎる兵庫県、兵庫県なの。止めてはいるよな。はい、音聞きます。大丈夫です。一時停止、音よーし、発射、ブーン。ドルガバの香水、はい、雨でございます。誰のせいですかこれ。加工さん、もう。加工さんがほっぺたに赤のチーク塗るとき大体雨やな。何する？毎日。わかったわかったわかった。はい。雨乞いごっこやろ、雨乞いごっこ。雨乞いやろ。おー雨万歳。草原の中心。全裸全裸で踊りたい。足は汚くなるけれど。ちょっと待って、ちゃんとやってよ、お前ちゃんとやって。雨乞いなんだけど、これ。いや、雨乞いなんですか。じゃあこれ、あの元素材地獄ですよ。はい、じゃあコンロ取ります。じゃあ俺見とくから、あとよし。やばすぎ今の発言やばすぎ今の発言。自己人生やろう、もうやばすぎた今。待ってくれよ。あのファイヤーあれやで。あれね、あれでかいよ。昨日はキャンプの途中でね、匂わせドッキリが途中までだったので、はい、今からね、今日もう一回続けたいんですけれども、写真かけるわ。じゃあ、あ、そうね。バイバイ。それはマジでやりすぎ。ほんま、お前ほんますぐバレるから。ほんま、お前。じゃあ僕がジブリモノマネします。はい。はい、これ誰のマネでしょう。はい、当てる当てる。なんだっけ。ヒゲジ。違う。めっちゃかまじ。あ、でも惜しいかも。あの、ハク。あ、正解。楽しいな。イキニさんもちょっとやってみてよ。千と千尋。なんでこれ最近流行りっすよね、これ。流行りのこれ。
じゃあ問題です。でね、出すんかい。で、五感に訴えるおしゃれをしよう。視覚だと外見、嗅覚は嗅覚、嗅覚いい匂いをさせる。あー、そう、いい匂い、ドルチェアンドガッパーナーのその香水のせいだよ。はい、まあそういうね。俺頼もうかな、ドルガバの香水今。ちょっと欲しくない？なんか君どんな匂いか気になりません？だから間違いない。その香水のせいなんですか？ドルガバの香水ってどれぐらいの匂いなんですか？でもこれ買おうかな俺。一番高いので100、100、14000円ぐらい。あの、欲しかったら逆に一人で言う勇気を。この本、あの、小学生の時の自分に聞かせてあげたいわ。あ、かっこいいそれね。ペガサス・ジェイクの本。これ入るか。いや、入らんと思う。これ全部な、パーツやった、これ。で、これ組み立てれんの、世界で武藤勇気だけ。行こう。めっちゃいい匂いすんねんけど。マジやった、褒められた。ペペロンチーノ食べてんのにびっくりするよ、いい匂いしたいんで。香水つけてるんですか？香水はつけてないんですよ。え、香水つけてないの？普段つけてないよ。それにしてはなんかいい匂いしたの。早く外してくれ。なんかあれやな、俺普通にここ頭通らんかったのちょっとショック受けてんねんけど。そっち？だから4人中でしょ。3人通ったのに俺だけ頭通らんかったのショック受けてんねんけど。シャワー VS 湯船、美人を作るのはどっちだ？ピンポン、湯船。3つ理由があります。血行を良くする。ああ、まあまあまあ、まだ一緒、まだキーワードは出てないですね。まだキーワードは出てないですね。え、なんかあるかな。湯船、ジャポン。まあでも単純っすよ、片方。てかもう両方とも単純。次の問題考えとこう。うん、いや、あと代謝が良くなる。ああ、正解。そう、代謝という言葉が欲しかった。ああ、新陳代謝が良くなる。そういうことか。新陳代謝が良くなる。まあ一応この新陳代謝って言葉を待ったって感じですね。で、まあもう一個はまあ正直あれですね。何？わかんない、この二人がちょっとおかしい。ポッチンはほんま俺のマネしかせれへんな。違いますよ。まあでもマネするって大丈夫なの、あの物事の習得の最初やから。まあ長バターは美味しいです。君のここで戦う俺も。えよし来い。え、ちょっとめっちゃ、え、なんかめっちゃ匂うんやけど前から。そう、臭いよ。違う違う違う、めっちゃいい匂いするんやって。そう、違うかな、雪犬かな、これ雪犬かな、雪犬かな。いや、これ雪犬かな。え、なんかな、違うかな。いや、なんか鼻詰まってるから。何でもいい香りになっちゃってるんだよ。違うんか、ああ、やばい、なんか刺激臭って言い方じゃない。なんだよな、なんかこれ何の匂いやと思う。え、でもめっちゃいい匂いな。なんかフローラル。あー、でも良さそう。君のドルチェ&ガッパーナのその香水つけてるんですか。え、俺とお前もか。え、え、どういうこと。え、お前のか。え、カバン知らない。カバン知らない。カバン知らない。え、ちょっと、え、お前は別に無臭やん。無味無臭やん。どこは無臭です。え、どういうこと。というわけで、はい、この2日間鼻緒と雪犬でドルガバの香水で匂わせてるドッキリでした。え、え、昨日もつけてた。いや、昨日か。いや、でもめっちゃいい匂いする。え、そう、マジで。もうなんか、いや、今めっちゃ絶対めっちゃいい匂いはするなって思ってたんですよ。昨日ってマジ。昨日は今だけ思いつきでやったじゃなくて。違う違う違う。え、車とかでも。車とかでも。マジか。だから俺がマジか。いい匂いしたもん。いい匂いした。だからさっきの泡だけやったやん、あれは全部香りをお前らに匂げ匂げ。いや、そういうことか。匂げ匂げ。そういうことか。お前は私ドルガバの匂い嗅いでみたいなとか言ってました。
人で匂わしとったんすよ。そう、匂わしちゃった。あーやっとるわやっとんなやっとるわやってんな